はい、こんにちは、てりやきです、この前ね、購入した、何やったか、タイタンなんたらをやっていきます。どこにいたいかね、正直わかんないんですよ。見た感じね、これ魔法使いなんですよ。もう脳筋からちょっともう魔法使いにしようと思ってね、今回は。この関節武器がものすごい強いんですよ。なんだこれ、これはねよくわかんないんだよね。これが一体何なんでしょうね。これお、なんか新しく行けるところが広がった。おお、ちょっと敵の種類が違うよ。ほら強いよ。ボン。何これ。おお、なんかめっちゃ出てきた。ほらー、わあ、いっぱい取り寄る。よしよし。この金色のね、色してるのがいいアイテムなんですよね。レア度が高いというか、多分ね、白色の白地のものよりもいいはず。うわうわうわ、なんかめっちゃできおるよ。何今の今の音は一体何。突破や。むむむ。いいんでしょうか、まあ、ガンガン進んでますけど、いいんでしょうか。これ全く何も考えずに行ってますけど、こっから来たんだよね。こっから来て、これはなんだ、何してんの。Traveler, please, you must assist me. A strange illness afflicts many in my town of Tegea. 何？よくわからん。いらんよそんな武器。ゴー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 。もう死ぬところまで行くよ。死ぬ。うわ、なんかでっかいやつ出てきたぞ。うわうわうわ、ちょっとでかい。こいつはやばいんじゃない。ほら呪文や。ほら勝ったぞ買ったぞ。なんか武器もうたぞ。おっ、なんか持ち運べれる量が増えてるやん。
めっちゃ。あれ？こんなスペースあったっけ？まあいいや。全身あるのみは全身。ああ、多分さっきの人の依頼はあのデブを倒してくれという依頼やったんやな。ガンガン、一撃一撃。えらいっぱい倒してるけどなかなかレベル上がんないな。ゴンゴン、おらいっぱい。ザコラッシュや、ザコラッシュ。おお、結構減る。おお、間接攻撃だ。はい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 。ラッシュ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 。ダメージ与えられへん。なんで。さあ占領したんじゃないですかこれは。おお、そして大した宝物があるわけでもなく、一体何だったんだよこれ。よいしょー。お、丘を越えてきましたよ、なんか。お、村人や。ウォーキャンプや。橋渡った向こうになんかあんのかな、じゃあ。そうやね、もう全くダメージもあんま受けへんしね。なんなんでしょうこの武器は。デンジャラス、ここはやばい。でも私は家に行く。え、私の娘は結婚するんだ。結婚するんだって、うん。だから俺帰りたいけど帰れないんだよみたいな、そういうことでしょ。うん、知るかい、そんなもん。知るかい、てめえで勝手に帰れ、そんなものは。走れメロスみたいなこと言ってんじゃないよ本当に。お、なんかレベルアップしたことが。お、まだなんか。敵の拠点っぽいところに来たよこれ。ハンドアックスオブアジリティ。グレートヘルムってなんなん。これいいんじゃない、結構。まあこれ後でね、武器屋に戻るのが楽しみなんですよね。武器屋に戻って高い価値のあるものをこの売っ払ってね、お金持ちになるというね。お、結構あら
片付いたよ、結構ここの敵多分相当倒したよ。うん、もうインテリジェンス以外あげへんよ、もうこんなもん。はい、っていうことでね、僕は一体今からどこに行こうかなと思ってるわけですけど、はい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 、こんな強くていいんでしょうかね。歯ごたえということで言うと、まあ歯ごたえは全くないですね弱すぎますもん、敵が。何なんでしょうこの弱さは一体。もうまあストレスないですけどね、あのストレスは全くないですよ。ストレスなく遊べますけど、うわーっとなんかいっぱい出てきた。違うんですよね、なんかこう呪文は呪文でもこう一掃できるような呪文が欲しいんですよね、敵を。なんか範囲攻撃みたいなやつね、ないかな。そんな、何これ、サンダーボール、スペルブレーカー、サンダーボールじゃないですかやっぱここは。え、まだこれ装備できない、なんだそれ。あ、これを上げることで使える魔法が増えていくってこと？そういうこと？むむむ、よくわかんないな。あ、そういうことね、やっぱりね。やはり、そういうことか。うん。次の魔法を使う、ちょっと装備しようじゃないか。サンダーボールや、サンダーボール。ほら、サンダーボール使えるわ、あんた。どんな魔法なんですかね、これ。サンダーボール食らえ。いまいちなんですけど、何ですかこれ。これ今装備してるやつね。サンダーボール、うー、見た感じあんま大して変わんねえな。何なんだこれは。ちょっと期待外れだよ。はい、強いな。でも魔法ね、すげえ、金色の。ん？これは？レベル3からか。あんまり大して変わらないね。あ、でもインテリジェンスレベルがちょっと違うな。こっちの方が強いな。変えよう。うん、こういうことでしょう。おお、逃げんじゃないよ。うん、おい、ちょっとでかい。ファイアボール。けど結構ダメージもろたね。スパルタンウォーキャンプやって。はい、ということでなんかスパルタ野郎どもの拠点にたどり着きましたけど。うん、はーい。おお、なんかこっち戦ってるよ、下で。大丈夫あれ。うん、よくわかんないけど。何これ。あ、
なるほどね。これでさっきの、初めの町と行き来できるわけだ。都合のいいワープだことって感じだね。さあ、なんか別に欲しいもんはないんだけど、売ろうか、とりあえずね。売っちゃえ。もうこんな武器とかもいらないわ。欲しいのがね、やっぱ魔法に関する武器とかが欲しいですよね。お、撃ってるやん。マーチャント744。おー、ええやん。ちょっと待ってよ。僕の今のインテリジェンスが93までのやつを変えるわけでしょ？ということは。ちょっと93とかのやつないかな。66、76が一番高いやつやねん。ね。ってことはこの2つだ。どっちかだ。6から23か。あ、これいいじゃない。べらぼうに高いよ。これ2万3000とか言ってるよ。高っ。はぁ？むちゃくちゃ高いやないの。これはちょっとお金が足らないっすね、今では。こっちの武器の方がええんかな、これ。6から23。こっちの武器の方がええんかな。あんま大した武器じゃないけどね、これ。まあ、1000円ぐらいで新しい武器買えるならいいかな。はい。ということで、新しい武器を購入いたしました。で、スコール。これはね、多分ね、その何か一つに絞った方がええんかもわからんね。あ、スタンか。そうか。動き止めるんだね、これ。サンダーボールの特徴は。そうかそうか。2秒ほどね、スタン。わかりました。はい、ということでね、こういう風にしてですね、ちょっとまあ経験値を貯めながら遊んできました。また機会がありましたらね、録画するの忘れて見てた今録画してますよね今ね。はい、ということで、またアップしていきたいと思います。ではさよなら。